第93回になりました。関東学生馬術選手権競技決勝戦の障害検知の日です。さあ、先に走りますのは専修大学の松岡翼選手。東京都立農芸高等学校から専修大学の文学部ジャーナリズム学科に進学いたしました3年生のライダー。さあ、得点差は25点です。まず減点0で切ってこの後の楠本選手にプレッシャーを与えたいところ。ここで1回反抗がありました。減点が4。さあ、2回目のトライになりました。今度はクリアします。さあ、日本大学の所有馬に乗っての走行になりました。第4障害から第5障害に向かいます。昨年の全日本学生の総合馬術競技団体3位の中の選手でもありました。ダブル障害をクリア、そして踏切を合わせて第7障害をクリアいたしました。現在1回の反抗がありますので減点が4で走行中。ここは足が鳴りました。バーが落ちていませんから大丈夫。さあ、残すところあと1つになりました。ここからぐるっと回転しまして最終の中盤障害、これをクリアいたしまして今フィニッシュです。走行タイムが71秒8。